田市早良区原にやってきました。今回はどんなイチオシに出会えるんでしょうか。町推しイチオシ調査隊。どんなところが気に入ってます？八百屋さんとかスーパーもあるしですね、サニーもあるし学校も近いんで団地の中にこういう商店街お店が並んでいて、そしてスーパーもあって、でその向こうにね幼稚園まであるんですよ。こうお迎えに行ったついでにお買い物もできて、これは便利ですよね。近くのこうご飯食べるとことか、原団地の信号に向かうところの手前に中華料理屋さんが、何でも美味しいと思います。この辺だと思うんですけど中華料理のお店がありましたね。多分これ中華食堂ザ中国のお店ですね。取材お邪魔してもいいですか。本場の味を楽しめそうです。お待たせしました、春雨レタスチャーハンです。春雨が入ってるんですか。はい、はあ、人気です。春雨のねキラキラが見えます、見えます。時々プチって春雨が歯に当たるんですよ。これが美味しい。中国の味噌で炒めて、あと中国醤油が入ってます。さすがおすすめのメニュー、ご夫婦で切り盛りしてる感じですね。はい、はい、もう見てほしいのがこのメニューなんですけど、100ぐらいですね。100ぐらい、はい、毎日来ても飽きない。美味しい美味しいって言ったらもう一番嬉しいです。もうすっかり人気店ですね。もうみんな優しいで本当に来てよかったです、うん、今日は原団地のそばにご夫婦が笑顔で迎えてくれる本格中華のお店見つけました。